立憲民主党有田有志、また拉致問題で暴言。本日、立憲民主党の有田さんが自民党を離党した議員らが、拉致問題のブルーリボンバッジをつけていたとして、ただの習慣だと暴言を吐いてしまいました。こちら、現状国会議員の皆様、まあ、特に自民党の議員は、拉致被害者を すするという決意を示すブルーリボンバッジをつけていないだけで批判されるようになっておりますので可能であれば常に着用している議員が多くなっておりますそれに対して相田さんはこのブルーリボンバッジをつけたことがあるんでしょうか拉致問題同行と連日のように騒いでいるのにバッジを つけているところを見たことがございません。アイダさんは北朝鮮が引き起こした拉致問題に関して機密情報を漏えいさせたり、連日のように拉致問題の関係者を誹謗中傷したり、北朝鮮の要求を飲めと繰り返し要求したり、き機体とつるんだりと、問題だらけでございますので、アイダさんには北朝鮮が引き起こした戦争行為、 直接侵略行為である拉致問題に対して、これ以上国民を挑発するかのような暴言を繰り返されないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。